こんにちは、賃貸の正木の吉田です。本日は奈良県桜井市にございますフローリッシュ泉2のですねお部屋の方をご紹介させていただこうと思います。はい、こちらね現地の方来てるんですけども、お部屋の方がですね空き予定となっておりまして、まだね見ていただくことができませんので、建物のね雰囲気や周りの景色なんかをお伝えできればいいなと思っております。私がね、一番最初ご紹介させてもらってたスペースが自転車置き場となります。こちらね、しっかり屋根もある自転車置き場ですので、しっかりね駐輪していただくことができると思います。エントランスなんですけども、非常に使い勝手のいいエントランスといいますか、綺麗なねエントランスになっておりますので、大変便利だと思います。立地もですね、こちら桜井市の中でも非常に住宅地の中になりますので、生活されている方大変にたくさんいらっしゃいますのでね、非常に生活しやすいエリアではないかなと、そんな風に思っております。駐車スペースなんですけども、もちろんねお車をお持ちの方多いと思うんですが、こういった形でねアパートの目の前にですね止めていただくスペースを確保しておりますので、はい、こういったところもね大変便利だと思います。こちらのねフローリッシュ泉なんですけども、詳細情報の方はもう私どものねページの方ではアップしておりますので、そちらの方をご確認の上、お早めのご予約、ご内見のご予約等いただければ私どもをお待ちいたしております。最後に、私ども賃貸の正木ではネット予約サービスやお迎えサービスなど、お客様にとって大変便利なサービスを提供しております。奈良のおもてなし、奈良心賃貸の正木では皆様の家探しを全力で追い出しております。ご視聴ありがとうございました。